現在航空自衛隊で運用している F2 戦闘機においては2000年から運用が開始されて現在94機が現役ではあるんだけど、それから20年以上が経過し老朽化が進んだことによって2035年から退役が開始される予定となっているね。防衛省ではその後継機種となる戦闘機として次期戦闘機の開発を進めることが決定されたな。そうだね。さて今回は航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機の開発状況と今後の展望について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初次期戦闘機の開発に関しては日本の防衛装備品に関連する企業が主導する純国産戦闘機というコンセプトで進められていたのであるが、2018年12月18日に30大工と31中規模が策定された際に、31中規模においては将来戦闘機については F2 戦闘機が退役する時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得すると記され、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手するとの文言が明記され、次期戦闘機の開発については純国産による開発というコンセプトから国際協力による開発にスイッチする可能性が盛り込まれ、日本主導での後継機開発を進めることが決定され、2020年の夏頃までに後継機の要求性能や協力国が決定され、2021年度から開発に着手し、以後2030年度までに初飛行を実施して2035年度末2036年3月末に部隊配備して運用開始を目指すとされたよ。そして、2020年度防衛予算で初めて次期戦闘機の開発予算が計上され、2019年12月に公表された我が国の防衛と予算令和2年度予算の概要案からは、それまで F3、I3 ファイター、将来戦闘機などとされていた呼称が改められて現在の次期戦闘機の名で呼ばれるようになったな。その後2020年10月には、次期戦闘機開発においては三菱重工業が開発主体として選定されて正式に契約が結ばれ、その他には三菱電機 IHI 川崎重工業スバル東芝富士通日本電機 NEC の7社が参画することとなり、この共同設計においては三菱重工業が統括する立場で進められ、エンジン開発を IHI、機体開発をスバルと川崎重工業が担当し、アビオニクス関係では三菱電機が電子戦装備を制御するミッションシステムを担当して、東芝富士通日本電機 NEC がレーダーを含む電子機器を担当することが決定され、そのための開発チームは総勢200人を超える体制とされ、愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場を拠点として活動が開始されたんだ。31中規模で明記された海外の協力企業については、2020年末までに選定するとしてアメリカかイギリスの軍事企業、もしくは両国どちらも同時進行での技術連携が検討されていて、具体的な提携先としてアメリカからはロッキード・マーチンとボーイングが、イギリスでは BAE システムズという3社に絞り込まれたね。この2020年12月の時点においては、防衛省では三菱重工主体の次期戦闘機技術開発を支援する海外企業としては、ロッキード・マーチンを選定する方向性で調整に入ったとする報道もあって、同社が協力企業として最有力とみなされていたみたい。ロッキード・マーチンは第5世代ステルス戦闘機である F22 ラプターや、日本でも航空自衛隊に導入している F35 ライトニング2の開発メーカーであり、第6世代とされる次期戦闘機開発に必要な技術とノウハウを兼ね備えていることから技術提携先として最適と見られていたからな。しかし、ロッキード・マーチンとはかつて、F2 戦闘機の開発において同社製の F16 ファイティングファルコンをベースに開発した際に、アビオニクスなどのシステム技術の革新的な情報を提供してもらえずブラックボックス化されてしまい、F2 戦闘機導入後の近代化改修に支障をきたすだけでなく余計な費用が発生したことなどから、同じ鉄を踏むのではないかとの懸念が指摘されていたぜ。それと比較するとイギリスの軍事産業とは以前からエンジン分野では IHI がロールスロイスと開発や、
製造において提携していて協力体制が確立されているほか、レーダー分野でも東芝などがイギリス企業と提携するなど、良好な関係にあったな。それらのことを受けて2022年5月には日本政府関係者が、従来のロッキード・マーティンの協力を得るとする方針を大きく転換し、開発支援企業をロッキード・マーティンからイギリスの BAE システムズに変更する意向を明らかにしたってわけだね。その背景として、アメリカ軍では次期戦闘機計画が現時点ではほとんど進められていないため、ロッキード・マーティンが次期戦闘機との連携構築に乗り気ではないことに加え、BAE システムズが第6世代戦闘機テンペストの開発を進めていて、収益時期などが次期戦闘機と重なる上に、ミサイルなどの装備品の面でもイギリスとの共同開発案件が複数進行していたことが挙げられているよ。そして2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国首脳が次期戦闘機の共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム GCAP グローバルコンバットエアープログラムに関する、共同首脳声明が発表されて2035年までに次世代戦闘機を国際共同開発することとなったぜ。この3カ国共同開発について、防衛装備庁における次期戦闘機プロジェクトを統括するポストに就く事業管理官である的場隆正氏が、開発の進捗状況や計画における日本の立ち位置などについて次のように述べているよ。的場氏によると、3カ国の共同開発プログラムは現時点ではまだコンセプトを設計している段階だとしていて、それが完了次第次期戦闘機のデザインを確定させる基本設計に取り掛かり、その後に製造工程までをも含めた詳細設計に入っていくというんだ。こうした設計作業をこの先5年ほどかけて実施していきながら2035年には開発が完了するように、試作機の製造や地上試験及び飛行試験などのスケジュールを変えていくとしているね。その作業のため3カ国の技術者はほぼ毎日、ビデオ会議を実施しているとした上で、時差による会議時間設定の難しさや、言葉の違いから意思疎通に苦労することが多いとも語っているが、日々の協議によって次第にチームとしての一体感が感じられるようになっているというぜ。的場氏は次期戦闘機の設計作業については2024年に山場を迎えるとしていて、機体の前胴、中胴、主翼、後ろ胴、さらには各種のセンサーやレーダーにエンジンなど、どの国のどの企業が担当するのか、どの国も自国の防衛産業を重視していることから駆け引きが続いているとして、各国とも自国の事情によって戦闘機の改修アップグレードをしたいために、自国で抑えておきたい技術があり、その交渉が続けられているとしているんだ。これは日本にとっても非常に重要なポイントであり、そのためにアメリカではなく3カ国共同開発を選んだ以上、情報は最低限にしておきたいところだが、これについて的場は機体構造の軽量化、エンジン、レーダーの3点が、日本が譲れないポイントであるとしたな。機体構造の軽量化は、三菱重工業が2014年から研究を続けてきた技術で、炭素繊維などを用いた複合材を接着することにより、金属製のボルトの使用を大幅に削減することに成功し、機体の重量を抑えることが可能だぜ。またエンジンは IHI が2018年に水力15トン級というハイパワーの XF91 の開発に成功して、プロトタイプを防衛装備庁に納入済みで、国産エンジンの開発は日本の悲願であり、やはり譲ることができないとしているらしい。そしてレーダーは F2 戦闘機の開発時点から日本の技術が優れたことから大きな強みであるとして、これらの技術を次期戦闘機においてさらに発展させ、日本の防衛産業を強化したいと述べているね。また、的場氏はアメリカとの関係については問題ないとしていて、アメリカが次世代戦闘機の開発に目を向けていないことが幸いしたと述べたぜ。そして、次期戦闘機の開発にはこの先大きなコストがかかることが予想されるとして、完成後には第三国へ輸出することによるコストダウンが重要であるとしながらも、防衛装備移転三原則の運用によっていたずらに技術の海外移転を拡大すべきではないとも述べて、政府においては議論や説明が求められていることを示唆したみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2023年12月、年の瀬を迎える中で日本の政権を担当する岸田内閣においては、主として安倍派の複数の議員らによるいわゆる一連の裏金問題が顕在化し、野党側からの格好の攻撃の材料となった感が拭えないよね。こうした一連のいわゆる裏金問題の請求を受けて、公明党と連立与党を形成している自民党では、問題の沈静化を図るための派閥の解消の動きも伝えられる中、最オス的な落としどころになるのか否か判然とはしていないな。2023年末の日本では大物芸能人の性加害疑惑や、トヨタ自動車傘下のダイハツ工業の不正の発覚など各方面での不祥事の発覚が相次ぎ、2024年にこれらの進捗がいかなる様相を呈するのかが世間の耳目を集めている状態だね。そうした数々の不祥事が連日報じられる日本の状況の中にあって、防衛政治関連の動きとして大きな問題となっているのが、防衛装備品の第三国への輸出をめぐる与党内での攻防であり、極めて重要な時期に差し掛かっているぜ。そうだね。さて今回は防衛装備移転三原則を改定した件に合わせて、地対空誘導弾ペトリオットをアメリカへ輸出することが決定したことなどを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ご存知のように今の日本の岸田政権は自民党と公明党の2党による連立政権であり、決して芳しいとは言い難い同政権の支持率を鑑みても、この防衛装備品の第三国への輸出をめぐる問題への対処は注目を集めているよね。そうした不安定な政権運営を余儀なくされている現岸田内閣ではあるものの、下中の2023年12月には防衛装備品の第三国への輸出ルールを定めた現行の、防衛装備移転三原則の運用上の指針を改正する政治的な決断を行ったよ。今回岸田内閣がこの防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定したことにより、一部の対象国に対して完成品の防衛装備品の輸出を認める政治的な決断を下ろした状態となり、日本の安全保障は新たな段階へ踏み出した形ってわけ。この防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定によって、日本はこれまで海外の製造元の許諾を受けて国内でライセンス生産を行っていた兵器の完成品の輸出を、政治的に可能とする決断を下ろしたこととなったな。具体的にこれは、アメリカのロッキード・マーチン社並びに、RTX コーポレーション社旧レイセオンテクノロジーズ社のからライセンスの許諾を受け、三菱重工業社が製造してる地対空誘導弾ペトリオットを指しているぜ。地対空誘導弾ペトリオットは日本では航空自衛隊に1989年から1996年にかけて配備が実施されているが、本国のアメリカでは MIM-104 パトリオットと呼称されている陸上配備型の防空用地対空ミサイルシステムだ。MIM-104 パトリオット日本では地対空誘導弾ペトリオットは、アメリカや日本以外でも西側諸国を中心に世界18カ国で広く採用されている防空ミサイルシステムであり、本国たるアメリカでは1982年から陸軍での実戦配備が行われているね。この MIM-104 パトリオットからは複数の種類用途のミサイルの運用が可能となっているが、日本が導入した地対空誘導弾ペトリオットはその中でも PAC-2 弾と PAC-3 弾に対応した仕様で、今も併用が続けられているよ。PAC-2 弾敵の航空機や一部の弾道弾の迎撃を目的としたミサイルであり、まず海上に展開するイージス護衛艦が搭載する対空ミサイルで初手の迎撃を行い、これを突破された場合の最終的な迎撃手段として想定されているね。そのため PAC-2 弾を使用する地対空誘導弾ペトリオットは、展開場所から半径数十キロメートル圏内の低高度に侵入した目標を迎撃する防空ミサイルに位置づけられており、カバー可能な範囲は決して広くはないぜ。また PAC-3 弾は PAC-2 弾と比較してより弾道弾の迎撃に特化した仕様であるため、日本の航空自衛隊においては弾道ミサイル防衛の最終手段として2007年から実戦配備が行われており、高性能化する弾道弾への対処能力を高めたものとなっているな。これは言うまでもなく、各種のミサイル開発を加速させて脅威となってきた北朝鮮への対抗手段として導入されたものであり、
昨今の日本のミサイル防衛を担う上での要となる兵器として位置づけられているものってわけだ。ただし近年では敵国のミサイルも著しい性能の進化を続けており、飛翔速度においてはマッハ5を超過するいわゆる極超音速兵器や、弾道弾であっても飛翔する軌道を変化させるものが登場してきており、対応が求められているらしい。展開場所から半径数十キロメートル圏内をカバーする地対空誘導弾ペトリオットの性能では、いわゆる極超音速兵器の速度を鑑みれば対処時間が非常に短く、従来想定されていたような迎撃が困難となる可能性が顕在化しているためだね。ただし油断は禁物だが、極超音速兵器はまだ実戦使用における有用性はそれらが謳う通りのスペックを証明したという段階にはまだなく、地対空誘導弾ペトリオットの防空体制が完全に凌駕されたという事態には至っていないぜ。今も続く、この2024年2月末で3年目に突入しようかというロシア・ウクライナ戦争においても、ロシア側が喧伝する極超音速兵器がスペック通りの能力を発揮したという確たる戦果は見当たらず、それについては幸いとも言えるよね。むしろまだロシア側がウクライナで実戦投入しているミサイルの大半は、ウクライナに少数ながら供与され、首都であるキーウ周辺を中心に運用されていると考えられている MIM-104 パトリオットによってその多くが迎撃されているんだ。したがってアメリカの MIM-104 パトリオット等の西側製の防空ミサイルの有用性は、現在のロシア・ウクライナ戦争においても多くの場合において担保されており、未だ有効な迎撃手段であることは間違いないと言えるんじゃないかな。そのためアメリカは自国の軍が保有する中からウクライナへ供与した MIM-104 パトリオットの補填として、今回日本が決断した地対空誘導弾ペトリオットをその穴埋めに活用する狙いがあるのだと見ていいだろうな。今回の日本からの地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出の解禁は、ウクライナへの兵器支援を続けるアメリカの意向にそう形で決断されたことは想像に難くないが、日本の防衛にとってはマイナスではないかとの指摘も一部から聞こえるみたい。もともと日本の防衛省では2023年秋に今後の日本の防衛費の増額の必要性について、そもそも防空用のミサイルが 40% ほども必要とおぼしき数量に足りていないとの見解を示していたこともあり、確かに議論の余地はありそうだね。しかし政治的な判断としてアメリカの要望に応えることが日本の防衛の大きな一助を占めるであろう現状を思えば、政治決断としてそれが優先された結果であることは苦渋の決断だったとも考えられるぜ。いずれにせよ今回の地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出は、今後の日本の防衛装備品の海外輸出に関する新たな可能性を示したものと感じられるが、その先に想定されるのは GCAP グローバルコンバットエアプログラムで生み出される有人戦闘機の輸出だと目されているな。日本はイギリス、イタリアと共同で GCAP グローバルコンバットエアプログラムによる開発に踏み出しているが、ここで完成した有人戦闘機を海外輸出することで防衛装備品の拡販を実現することが唱えられているよ。いかにイギリス、イタリアと組んで新たな有人戦闘機の開発が成功したとしても、全社らが輸出市場とするヨーロッパや中東方面と異なり、日本が担当するであろうアジア圏ではそれを購入するほどの経済規模を持つ国は多くはないと個人的には思えるんだよな。うんうん。したがって日本が新たな防衛装備品移転三原則を踏まえ、殺傷能力を秘めた兵器の初の海外輸出に取り組もうとすることにはやぶさかではないけど、有人戦闘機が完成しても決して平坦な童貞と考えるべきではないと思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の自衛隊で運用している国産の装備品の中で、海上自衛隊における通常動力型潜水艦の建造技術は世界トップクラスと言われているよね。世界に誇れる日本の技術があることは喜ばしいことだよな。そうだね。さて今回は日本が持つ潜水艦建造技術の集大成である、大芸型潜水艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは1960年に就役した通常動力型潜水艦親潮が最初で、それ以来潮型、有潮型、春潮型、親潮型、そして現時点で海上自衛隊潜水艦隊の主力となっている双流型まで、60年以上にわたって太平洋戦争前に200隻を超える潜水艦を建造してきた技術を活かした上で、鋼材や溶接技術などの進歩による潜航深度の増大、蓄電池の性能向上、ソナーなど探知機能や情報処理システム C4ISTAR の性能向上、静粛性の向上に努めてきたよ。その潜水艦建造技術の集大成ともされているのが、潜水現在建造が進められている太平型通常動力潜水艦だな。太平型潜水艦の艦体は、基準排水量約3000トン全長 84.0 メートル最大幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルの大きさで、これは通常動力型潜水艦としては大型の部類であり、前級の双流型と比べて一回り大きくなっているぜ。艦体の大型化と双流型10番艦まで搭載されていた、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが廃止されたことによって艦内のスペースが広がり、居住区内に仕切りなどを設けて女性用居住区を確保するとともに、シャワー室の通路にカーテンを設けるなど、配置制限が解除された女性自衛官の上官勤務に対応した偽装が行われているね。また外観上の特徴として、そういう方から採用された X 舵が引き続き採用されているぜ。従来の潜水艦における5舵装置は、左右への回答を担当する垂直舵、縦舵と上下の姿勢制御を担当する水平舵、横舵による十字型舵が数多く採用されていたが、X 舵ではこれら4枚の舵を45度ずつ傾けた形で装着され、4枚の舵すべてが回答と姿勢制御に関係しているってわけだ。そのことによって艦の機動性が高まるほか、1枚の舵が何らかのダメージを受けて損傷しても他の3枚でカバーすることが可能なため上調性にも優れ、さらには着底時鎮座時接岸時における舵の損傷を防ぐことができるというメリットがあるらしい。世界では以前にアメリカ海軍の実験潜水艦アルバコアに装着されて試験が行われたことがあるんだけど、アメリカ海軍での採用は操作性の問題によって見送られていたね。その一方で、ヨーロッパの海軍を中心に採用例が多くあり、スウェーデン海軍では1960年代末のシェオルメン 9A11B 型から X 舵が採用されているぜ。また、船体構造においても新機軸型として浮き課題が採用されていて、これは世界でも多くの国の潜水艦で採用が進みつつある浮き甲板フローティングデッキと似たような構造で、艦内の雑音の発生を抑え、対衝撃特性の向上が期待できるとされているな。この艦隊に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦隊芸、2番艦白芸、3番艦人芸までは川崎重工業製の 12V2525SB ディーゼル機関2機で、潜航中は高出力で知られるリチウムイオン蓄電池によって一軸スクリュープロペラに推進力が与えられて水中最大速力20ノットで潜航可能だね。ちなみに4番艦雷芸以降は新開発の川崎 12V2531 ディーゼル機関が2機搭載されるよ。そういう方では10番艦の領有までには潜航時の動力として、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが搭載されていたんだけど、AIP は出力が低く潜航時には低速4から5ノット程度しか発揮できないため、水中で高速力を得る際には、従来通りの鉛蓄電池によってモーターを回すか、もしくは浮上した上でのディーゼルエレクトリック方式が用いられることになるんだ。防衛省では次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発を1997年平9年から取り組んでいて、この蓄電池の利点としては従来の鉛蓄電池と比べて水素ガス発生の危険がないことや、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であることと、繰り返し充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどのほか、満充電までの時間が短く、自然放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなどの多くの優れた特性を持っているね。
特に満充電については、鉛蓄電池の場合では発電機の出力に余裕があったとしても低い電流量でしか充電できず、さらに満充電に近くなると少量ずつしか充電できないために、作戦行動中の海域では長時間浮上して満充電することは危険が伴うことからがほとんど不可能であったのに対し、リチウムイオン蓄電池ではこれらのような制約がないことから、潜水艦に最適な蓄電池として期待されていたが、発火しやすいという欠点があるため潜水艦への搭載は難しいとされていたが、日本の企業はリチウムイオン蓄電池の欠点を克服して潜水艦への搭載が可能となったってわけだ。リチウムイオン蓄電池は総流型11番艦オーリューに搭載されることになり、その搭載にあたっては、スターリング AIP システムを残してそれまでの鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池のどちらもリチウムイオン蓄電池で置き換える方法が比較検討され、その結果後者の方がコストは高くなるものの出力が大きくなることが確認され、これまでの在来潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも高速で長時間の連続潜航が可能になるとされているよ。これらの他に対外型では、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたことで探知能力が向上し、OIX-1 情報処理サブシステム ZQX-12 潜水艦戦術状況表示装置、潜水艦情報管理システム機関ネットワークシステムの採用によって C4ISTAR における情報処理能力も向上しているみたい。そして、それら以上に大きな変更点として潜望鏡があるな。潜水艦といえば映画などでよく見かけるのは、艦内の発令所の真ん中に筒型の光学式の貫通式潜望鏡があって、それを上げて艦長などが覗き込んで海上を確認している光景だが、対外型の発令所ではその光景が見られないぜ。通常、これまでの潜水艦には捜索用と襲撃用の2本の光学式の貫通式潜望鏡が採用されていて、昼間用と夜間用として使い分けられる場合もあるんだよね。光学式潜望鏡とはセールから発令所まで貫通していて、それによって海上を確認できるのは一人だけであるため、その一人の能力によって状況判断を間違える可能性があるとされていたな。しかし、そういう型で1本搭載されていた非貫通式潜望鏡が対外型では2本とも搭載されることになり、それらの先端にあるカメラによって撮影された映像が発令所のモニターに表示されることで複数人が同時に海上の状況や、目標を確認できるようになったことから、より識別や判断の精度が高まったぜ。また、従来までの貫通式潜望鏡である光学式潜望鏡はセールから発令所までを1本の筒が貫通していたため、その部分の水圧に対する強度が低下するという欠点があったが、非貫通式潜望鏡ではカメラによって撮影した映像は配線を通して発令所に伝わるため、潜望鏡自体が船体を貫通しておらず艦体の強度を高めるというメリットがあるらしい。加えて、撮影された映像が録画されていることによって後から確認することが可能であるため、撮影後はすぐに潜望鏡を下げて潜航することで敵から発見され攻撃を受けることが回避できるみたい。そして、艦首の6門の魚雷発射管からは最新の高性能魚雷である18式魚雷が発射され、それ以外にも潜水艦発射型対艦ミサイルハープーンブロックに UGM-84L も発射可能だぜ。中国との有事が発生し中国海軍と海上自衛隊が対峙する際には、優秀な対外型通常動力潜水艦が中国海軍の脅威となることが想定され、話題になっている原子力潜水艦の保有よりもその予算を対外型潜水艦の建造費に充てて、現在の22隻体制からさらに増強すべしとの声が高まっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。